い、こんにちは。僕はね、千尋さんとデートさせていただいたんですけど、もう完全に落とされました。そうというのもね、まあ、僕が落ちたのはもう結構初めからなんですけど、ここはずっと触れてるんですよ。最初から最後まで。でね、やっぱ肌が触れちゃうと俺もダメっすね。待ちきれないよ。じいちゃん。ちょっと待って、お前だってないだろ、このリアクション。本気の方なのかどっちなのか聞いてんの。最初の小芝居から始まって そこまで小芝居なのかどうなのか聞いてんの。冷たかったらなるでしょ。ブルブルブルって。びっくりした、冷たかった。ほら、隣さんの超近くない？だから肌触れてるでしょ。本当だ。もうこの時点で落ちてる俺は。早い。いつもこういうことやってあげる。こういうの？うん。バンザーイ！バンザーイ！ふざけんなよ、お前。喜んだらバンザーイするでしょ。しないでしょ。しないでしょ。お前喜んでる時バンザーイしてるの見たことないよ。ちーちゃんが来たら、うん、もうあげようと思ってプレゼント買ってきた。何買ってきてくれたのかな。見て見て。これ何？え？魚？魚のボールペン。魚好きでしょ。釣りやる？釣りやるかどうか関係ないから。ちいちゃん、うーん言っちゃってた。いやでもさ、ゴールデンフィッシュ。知らない。一口飲んでみていい？うん、飲んでみて。私のおすすめのドリンク。アセロラ紅茶。うん。うめえに対してさ、はあ。いや、ただまだからそのちーちゃん自体がさ、まだ俺のことをつかみきれてないんだと思う。多分女の子と一緒にいるとき相手を見よう。そうだね。もうだったら一人で遊んでるのと一緒だから。ご飯食べてきた？うん、朝ご飯食べてきちゃった。本当に？うん。俺自分で作るからさ。何作るの？ザーサイと、うん、あと。ザーサイは作んないでしょ。作らないでしょ。嘘なのね。ごめん、嘘。なんで謝って。これなんでこんなどうでもいい嘘ついてザーサイって嘘ついて本当にすいませんでした。ザーサイしかもあんまり食べないでしょ。なんとザーサイ風なんだっけ、ザーサイ風キムチみたいな。ザーサイ風キムチを作るってどういうの。ごめん、それはごめん言ってんじゃん。一秒も待ってなかった。本当に？本当、なんか来たら来たから、ちーちゃんがトントンだったから、おーおーおーと思ってびっくりしたよ。ありがとう。おい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 、ちーちゃん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 、まだ早いって。ちーちゃん早いかな。じゃあどうする。ちょっともう何が言いたいか分かんない。ちょっと止めていいか、ちょっと。なんだよ、歌だろ。ちーちゃん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 だろ。なんだろ、歌なの。ちーちゃん、お久しぶりです。ちーちゃんとのあの時あの瞬間すごく楽しかったです。ちーちゃんとの肌の触れ合い、ちーちゃんの髪のいい匂い、そういうのを全部ひっくるめて、まあすごく楽しかったです。